田部が最後方、残り2周半番です。勝負どころ、まだ縦一列、誰も動いていかない。前を取った4番の梶田舞、そして7番の手島敦子、あとは3番の山原さくら3番手、1番の石井貴子が4番手、金が入りました。矢野が現在5番手、5番の松尾とラスト6番の浦部、まだこういった体勢、わずかに5番の松尾、6番の浦部が動く気配ですが、まだ上がってこない。後ろをしきり見ている4番の梶田、こうなりますとしびれを切らして梶田先行となりそうですが、ラスト1周を切りました。まだペースゆっくり、4番の梶田ペースを落としている。あとは7番の手島が2番手から上がってきました。手島敦子先行です。2番手はどうか、3番の山原とインコース4番の梶田で2番手並走ですが、ここは3番の山原2番手に上がっている。3番手に4番の梶田舞、横に1番の石井貴子、4番手あたり、7番3番4番で直線コースに入りました。7番の手島先頭だ、後ろから3番の山原さくらです。山原、あとは4番の梶田でしょうか。内側では7番の手島も粘っておりますが、どうでしょう。3番4番7番あたりかと思われます。改めまして完全優勝を果たしましたコーチ山原さくら選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。まずは今のお気持ちを聞かせください。そうですね、完全優勝は落車してからも、てか優勝がもう全然なかったので、久しぶりの優勝で本当に嬉しいです。本当におめでとうございます。そして今回のレースは振り返っていかがだったですか。そうですね、ちょっと今日は急に風が強くなって、やっぱりホームからなかなか仕掛けづらい風だったので、すごくみんなが見合って見合って、で展開はすごく自分に向いたかなって思ってます。それでもう牽制し合って、もうチャンスをものにしましたね。そうですね、ものにしました。そしてズバリ今回の勝因は何だと思いますか。そうですね、はい、合宿の成果はい、先輩と同期と一緒に練習させてもらって成果出ましたね。本当に出ました、はい、そして今回は小林理子さんのニューモデルのフレームでの挑戦ということで、2014年これからの走りが楽しみですね。そうですね、これからフレームが馴染んだら、もっともっと積極的に攻めて結果がついていくんじゃないかなと思ってます。ということは今年の、グランプリ、それにつながる一勝ですね。そうですね、今年も、はい、グランプリ目指して頑張ります。それではファンの皆様に最後にもう一言大きな声でお願いいたします。連日たくさんの応援ありがとうございました。今回はですね、前回清角でたくさんのお客様にご迷惑をおかけして、今回は完全優勝でお客様に恩を返したいと思って今回走らせていただきました。これからですね、もっともっと強くなって、また清角で走らせていただくときはまたぜひ応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。また清角で盛り上げてください。頑張ります。ありがとうございました。